こんにちは、みほぴーです。こんにちは、りおんです。歌いたい歌を簡単にうまく歌うためのポイントをご紹介する動画です。本日持ってまいりました楽曲、はい、いいですか？どうぞ。もう心を整えて聴いていただきたいです。わかりました、はい。ミーシャさんの多分ないよミーシャさんの、はい、ハイヤーラブという楽曲です。ついに来ましたね。ついに来ました。もう毎年紅白見て泣きますね。わー、大好き。感動ですよね。こちらのハイヤーラブという楽曲、藤井風さんが初めて楽曲提供した曲になっていて、あの楽曲提供だけじゃなくてレコーディングに参加してオルガンピアノコーラスも担当してるんですよ。あの演奏そうなんだ。そうなんですよ。っていうところもまた大注目な楽曲になって。天才じゃん。天才です今回苦戦するかもしれないですが、うん、まあそうでしょうねそれだってもミーシャさんを選ぶ時点でもうそれを求めてるじゃん、はい、そうですね、うん、ちょっと苦戦しに。じゃあちょっと早速練習をしてきたということなので、はい、届けハイヤラ、この手にハイヤラ、この身の中に宿る確かな愛を引き上げて、届けハイヤラ、その手にハイヤラ、二度とも話したくないな、 So give me ハイヤラ。この声を誰に届けよう、行き場のない夜べもない沈む私へ、この体を誰に委ねよう、汚れのない終わりのないあなたへ、遥か遠く遠くいるような気がしてたけど、本当はいつも一緒だったのね。深い眠りから目を覚ました今、静かにあなたに叫びます、あ届けハイヤラ、この手にハイヤラ、この身に与えられし果てしなき道駆け抜けて、届けハイヤラ、その手にハイヤラ、何度も転んで私見つけたの、だからもう話したくないの、 So give me ハイヤラ。どうだった？疲れてるけど、はい、この楽曲がさ、はい、そのまあ、ゴスペルじゃん、はいはい、ゴスペル、はい、MV もさ、はい、ゴスペルじゃん、はい、でこ の, あのタイトルもさ、はい、Higher Love でしょ、はい、崇高の愛っていうことなわけじゃん、はい、こう歌いながらさ、言葉に乗せてさ、心もすごい浄化されていくよね。解説をしていきます。お願いします、はい、とまずそのミーシャさんの歌い方はね、はい、本当に母音が、はい、あの広がるよね、わーみたいな膨らみがめちゃめちゃあると思います、はい、届けはーが、あ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 、この辺、はー、はー、あ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 、届けはーやら、この手にはーやら、そうそしてその次、この身の中に宿る確かな愛を引き上げて、そうで、この中に宿る確かってまっすぐ、おいおい、この身の中に宿る確かで、次がないを引き上げ、ここの次、ここがちょっと待って、声が枯れてきてますよねミルキルさんやばいっすね、やばいな疲労マックスなミホピーです、すいません。手のところにあのこの H って書いてあるんですけど、はい、これあの今後ミーシャさんは結構この技を使われるので、はいはい、押さえておいた方がいいと思うんですけど、はい、H って書いたのはね、なんかねちょっとはっていうね、なんかほじゃないんだけど、そこの響きに聞こえるものが入ってる、はっはっみたいな、はっはっ、そう、鼻鳴らすかね、はっみたいな、
はそう、そう、それが引き上げて、て、てってきて、で、てのえが奥なんですよね。なんで、この奥っていうのはね、この、そのさっきのあと一緒で、はいはい、てえもそうで、てえっていかない感じで、てえって感じ。引き上げて、て、引き上げて、そう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 。で、次も、ここもはーいでしょ。この二度ともーのところにも H が入ってます。なんかここすごい難しい。二度とも、二度とも、そうそうそう、ここ二連発きますよ。たたたたた、そう、二度とも話したくないな。そうで、これね、ちょっと空よく聞いてみてもらっていいですか。はい、はい、細かいビブラートが、くーみたいな。二度とも話したく、くーたくないの。そう。で、イの後にちっちゃいつも入ってるんですよ。二度とも話したくないの。消えた今。こんな感じ。大体は。二度とも話したくないの。まだだったけど、もう、ね、いやいや、うまいうまいうまいけど、はい、で、そんでじゃないわな。はい、で、So give me が裏声です。 So give me higher love。 そう、love、 oh, love。 そう、give me love。この一行で言うと、この声を誰にのところに、だ、エッジボーイ。いやー、ひょー。You can't bar night。You can't bar, you can't bar night。You can't bar, ba, night のところがまたね、行き bar night の方が大きいのね。夜べもないよりも。You can't bar night、夜べもない。雪場のない夜べもない、うん、これね、ないの後にちっちゃい注意でほしいんだな。雪場のない夜べもない沈む私へ。雪場のない夜べもない沈む私へ。そう、そしてだが、なるほど、だのエッジボイスでひょー、なるほど、ゴビー、忙しい、はい、この体を誰に委ねよう。あ、まあ、いいんじゃない。あなたの前まで。汚れのない、終わりのない。汚れのない、終わりのない。そう。これさ、それで、その、あなたへのあ。はい。高い。高いですよね。Cシャープなんですけど、はい、がっつり地声で出してるじゃん。あーなーで、たーが裏。たーで、が表なんだけど、あなたへっていかずに、あなたへ。おお、三角形みたいな感じですね。合ってる？えぐい、これは。えぐいね。やばいっすね。あなたへ。あ、うまい。うわ。それ次いきます。は、えいち、はるか、ちっちゃいつ、と、遠く、と、はるか、遠く。そう、で、くーっていきたい。くー、そう。こっからちょっとしゃくるんですよ。いるような気がしてたけど、みたいな。ここのオレンジのところをしゃくってください。はい。はるか、遠く、いるような気がしてたけど、そう。うわー、やっぱこれないとむずいわー。これ一緒だったのね。本当はいつも一緒だったのね。そう。ここら辺はサクサクいきます。サクサクいけなかったわ、ここ。深い眠りから歌ってみてもらっていいですか。深い眠りから目を覚ました今。そう。むからで、なんだけど、目を覚ましたなんでね。覚ました今。覚ました今。そう。深い眠りから目を覚ました今。そんな音程。何やこれ。
深い眠りから目を覚ました今。そう、で次ですよ。これはるみさんの時もあったじゃん。ありましたね、バイオリンのやつ。もう完全にこれアクセント入れた方が簡単なので、あの蛍光の青で。おお、なるほど。静かにあなたに、静かにあなたに叫びます、うんうん、もうちょっとわかりやすく入れられる。なんか掘る感じ。静かにあなたに、静かにあなたに叫びます。ありのままの。もうちょいさ、あれがあるといいね。抑揚ですかね。そう。静かにあなたに叫びます。あ、今気づいたんだけど、思いっきり息吸った方がいいわ。これくらい。静かにあなたに叫びます。静かにあなたに叫びます。そんな感じです。叫びますって入ってたけど、自分が入れてなかったなと思って。じゃあ、はい、じゃあサビね、ここ転調してますからね。あのちょっとノリを出し、このゴスペってこうじゃん、はい、だからこの届け Higher Love、 この手に Higher Love、 届け Higher Love、 この手に Higher Love。 そうで次、この身に与えられし、ここ自我バイジしゃくり、この身に与えられし、果てしなき道駆け抜けて、うんうん、泣き道じゃないですよ、泣き道てし泣き道、そう抜けがけ、また入ります。抜けてそうここはね、あのしゃくっといて泣きがタイトっていうのがすごいポイントかも。この身に与えられし、果てしなき道かけみたいな。次いきます。はい、 D まで行ってますね、高いところ。ものところに H ですね。何度も転んで私、何度も転んで私、私見つけたの。あれ浄化ソングでしたよね、これね。スタミナカロリー消費。そうですね、これちょっと、そうですね、やっぱそうだよ、消費ソング、みんななんだもんね。何度も転んで私見つけたの。そうこれもう一回来ました。同じやつが。同じやつ。これ過去最長じゃない、撮影時間。もう今で45分。やば一限やってるよ多分。でポイントは、だからもうの後のちっちゃいつで、話したくないの語尾がなんだっけな。No、 だからもう話したくないの。そうなんかもうちょいね、地声のだ、うんうんうん、だからもう話したくないの。そうで裏声だよね。So give me、 So give me higher love、 下げる、最後は下げる。So give me higher love、 そう届け higher love、 この手に higher love、 この身に与えられし、果てしなき道駆け抜けて、届け higher love、 その手に higher love、 何度も転んで私見つけたの、だからもう話したくないの。 So give me higher love。 うまい。でもうまくな
なりましたよね。すごいすごい。うまくなりましたよね。かっこいいめちゃめちゃ。すごいよね。すごい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 。こうね、ミーシャさんっぽいね、ツーのところがね、シーミーチューって、あ、ミーチューってやるとミーシャさんっぽい。あー、なるほど。転んで私見つけたの。それそれそれ。そんな感じです。こだわったけどすごくまとまってる今回、うん、いつもなんか大丈夫かなみたいなって心配されてますけど、ちょっとすごい満足してる。だって50分間ぐらい撮ってるわけでしょ。そりゃ満足するわ。そりゃ満足する。うまく歌うポイント、なんかすごい細かくやってしまったんですけど、うん、ゴスペル、ソウルフルな声、もうね、魂からのうおーっていう声を出すことによって、なんかこう生きる喜びとかパワーとかが湧いてきたりとかね、するっていう、まあ、ジャンルの音楽だと思うので、この曲はうまく歌うもそうだけど、楽しむってことがもう一番だと思います。ちょっとまだまだこれ抜けてるところもあると思うんで、私ちょっとめちゃくちゃ頑張って練習します。楽しみ、はい、めっちゃ楽しみ。この、動画の最後に流れますので、ぜひぜひ見ていただければと思います。よろしくお願いします。ずっとこれなんですけど、なんでなんですか。ずっと祈りを捧げてる。もうこれからもっともっとどんどん難しい楽曲やっていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、では最後まで見てくださってありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。届けはこの手に入やら、この身の中に宿る確かな愛を引き上げて届け、はいやら、その手に入やら、二度とも離したくないの、そう君はやら、やばすぎる。